急転直下の決断は波紋を呼んでいる。今回のパリ五輪の自転車競技で3つのメダルを獲得したマシュー・リチャードソン、オーストラリアは現地時間8月19日にイギリスへの国籍変更を発表した。パリ五輪でのパフォーマンスは圧巻だった。自転車競技の競輪とスプリントに出場したリチャードソンはそれぞれで銀メダルを獲得。 さらにチームスプリントではオーストラリアに銅メダルをもたらしてもいた。しかし、大会終了から約1週間後の19日に突如として国籍変更を公表。もともとイギリス、ケント州メイドストーン、生まれであるリチャードソンは9歳の時にオーストラリア、パース、2位10。に国際自転車競技連合、UCI も国籍変更を認可した形だ。自身の SNS で、 一つの時代の終わり。僕はこれまでの人生を全て捨て、自転車競技のキャリアの新たな章を始めるために、地球の反対側に移り住むことを決意したと綴ったが、オーストラリア国内では批判の声が紛失。リチャードソンの投稿には、裏切り者、何年もオーストラリアの税金でトレーニングしていたのに、英国代表になるなら、これまでの育成費用を返せ。 自分をオーストラリア人と思っておらず、国と税金を目的達成の手段として利用した、非常識といった決断を疑問視する意見が相次いだ。ただ、当人はオーストラリア国内で渦巻いた批判を意に介していない。某公共放送局、ABC ニュースの取材に応じた25歳は、忠誠心がないと批判するアンチコメントに意見を求められ、 この決断に多かれ少なかれ辛辣な意見が生じるのはわかる。だけど、結局は、僕のキャリアであり、僕の人生なんだときっぱり。さらにこう続けている。僕は夢を追いかけている子供に過ぎないんだよ。誰もが自分の意見を持つ権利がある。意見を聞くか聞かないかは僕次第だし、僕は明らかに聞かないことを選んだ。さらに、ここ数年。 オーストラリアの自転車競技会から受けた投資については、オーストラリア代表としてオリンピックで2つの銀メダルと1つの銅メダルを獲得したので、もう、その投資に対して良いリターンができたと思っていると、裏切り者、という批判も一周したリチャードソン。あくまで彼は故郷のイギリスでの活動に強い思い入れがあるようだ。なお、オーストラリア自転車協会は今回の国籍変更を問題し、 この決定とプロセス、そしてリチャードソンの状況がわからない。失望しているとし、UCI と A 自転車競技連盟との話し合いの上で、最低2年という長期的な競技参加停止処分を科す可能性を示唆している。